鉄道作業局183-7900型は、かつて、日本国有鉄道の前身である、鉄道作業局、鉄道院、鉄道省に在籍した天田式蒸気機,機関車である。間接鉄道の神戸工場が、当時の記者観察法であった、リチャード・フランシスト・トレビィシックの指導により、1896年に音量を製造したもので、勾配専用の車軸配置にから六から零。 に気頭端式の点火機関車である。製造当初の形式は AK 型。番号は180から183が予定されたが、陸軍所有のナスミス・ウィルソン製 C タンク機を急遽引き取って、これに180を与えたため、本形式は181から184となった。後に E5 型と称した。私鉄国有化を受けて1909年に制定された。 鉄道院の車両形式称号規定では7900型に改版された。本形式は勾配専用として道輪の粘着重量を増すため、天打機でありながら側水槽を有しており、基本設計は W 型に類似しているが、ボイラーの過失はベルペア式ではなく、標準的なストレートトップ型で、弁装置もジョイ式基本型であった。煙室前板は、 トレビシック流の前板の裾が広がった形状である。同輪の釣り合いおもりは独特な形状で12本のスポークのうち6本にまたがり、その間5箇所を2.21に区分して前方から同心円状に幅を狭くしていくものであった。淡水車は二軸固定式である。鉄道作業局では12月より東海道線を打つ京都間の勾配区間で使用したが、 私鉄国有化後は、山陽線広島、三田尻間で、貨物列車用に使用された。廃車は1922年12月に7901、7903及び1923年1月に7900、7902で、民間に払い下げられたもの、保存されたものはない。ありがとうございます。